この映像はカートリッジ型のガスボンベの周りを風よけで囲うと熱がこもり接続部分が損傷しボンベからガスが漏れて引火する様子です。NITE 製品評価技術基盤機構によりますと、アウトドアブームなどを背景にガス製品による事故が増加傾向にあり、昨年度の事故発生件数は39件で、3年前の21件と比べるとおよそ2倍に増えています。その中でガスカートリッジが過度に熱せられて破裂した事故では、誤った使い方が原因となっている割合は8割を超えるということで、NITEは取扱説明書の正しい使い方を守ってもらいたいとしています。この他にもすでに火がついている炭に着火剤を継ぎ足したことで近くにいる人の服に火がついてしまうなどの例もあり、注意を呼びかけています。